けど、私たちがこれを作ったのは、ビットコインが、ブロックチェーンと呼ばれる部分が空から衛星放送で入ってくるということで、それをまだ日本で誰もやってないというのが、ちょっと面白そうだなと思って。これは私たちがブロックストリームの受信のテストのために作ってみた実験用のシステムです。アンテナ部分は市販の、スカイパーフェクト TV のパラボラアンテナを使ってます。で、ここが電波を受信する LNB、ローノイズブロックと呼ばれる部分を静止衛星から飛んできた電波がこのお皿に反射してこの LNB ブロックに集中します。で、ここで電波を増幅して周波数を変換して、で、この導軸ケーブルを伝わって、ここには今ブースターという増幅器がついてるんですが、これで電波を増幅してさらにこの先のコンピューターに送ります。後ろのこのシャフトの部分は完全に手作りで、市販の部品を集めて組み立ててあります。アンテナから伸びています導軸ケーブルがこちらの黒いケーブルになるんですけれども、こちらがここに刺さっておりまして、で、導軸ケーブルに対して先ほどブースターありまして、ブースターに電源供給必要ですので、ここのモジュールと組み合わせてこの電源から、ブースターまで電源供給しているような形になります。で、受信データをブースターで増幅させたものを最終的にこちらの白いケーブルで受信しています。で、こちらつながっている先が SDR という受信機になりまして、それがパソコンには取り繋がれている状態です。で、今立ち上げますと今実際に受信しているデータがこちらとなります。ただ今はちょっと今ノイズになってます。実際に日本のところで受信できるデータ、衛星の環境とあと向きはまだ分からない部分があって調整できていないためこのノイズになってしまっていますが、最終的に近日中にはまた日本でも受信できるその衛星の種類とか情報が全部公開されますので、その時には実際にはこれ山なりになってデータがちゃんと受信できるような状況になりますので、実際にチェックしてもらいたいところはここの部分でして、データが正常に受信できるようになります。山なりになります。で、山割りの部分からビットコインのそのブロックデータ抽出して、パソコンに取り込むという形になります。このブロックストリーム技術を使って私たちが最終的に目指したいのは、ビットコインによる決済の普及と、あとマイクロペイメント、非常に安い金額での品物の取引を電子化して、経済の普及ができたらいいなと考えています。例えば卵2個とか鶏1羽ヤギ1頭というものの売買でも日本に限らず世界中でそういうのに使えたらいいなと考えています。